ロベルト・アジャラ、ロベルト・ファビアン・アジャラ、1973年4月14日帯はアルゼンチン・エントレリオス州パラナ出身の元サッカー選手、アルゼンチン代表であった。ポジションはディフェンダー、センターバック。63試合にわたってアルゼンチン代表のキャプテンを務めた。3度の FIFA ワールドカップに出場し、ハビエル・サネッティに次ぐ、 同国歴代2位の115試合に出場している。小柄の体育ながら、ヘディングとジャンプ力を活かし、セットプレーで強さを発揮した。1992年にフェロカリレオエステからデビューし、3シーズンを過ごした後に、CA リーベルプレートに移席すると、守備のようとして、頭角を表した。1995年夏、イタリアセリエ A のパルマエシーは、 アジャラの保有権を獲得したが、すでに EU 県外選手枠が埋まっていたために、SSC ナポリと共同保有という形を取り、1995年から1998年までは、SSC ナポリでプレーした。1998年夏には、AC ミランに移籍し、2シーズンを過ごしたが、選手層の厚さから常時出場することはできなかった。 1998年夏、移籍金625万ポンドで、リーガーエスパニョーラのバレンシア CF に移籍した。2000から01シーズンの UEFA、チャンピオンズリーグでは決勝に進出し、決勝では、バイエル・ミュヘン,ンに、PK 戦の末に敗れたが、同大会の最優秀ディフェンダーに選出された。2001から02シーズンは、リーガーエスパニョーラで優勝し、2003から04、 シーズンにはリーガエスパニョーラと UEFA カップ優勝を果たした。2004から05シーズンは負傷により多くの試合を欠場し、2004年夏の UEFA スーパーカップ FC ポルト戦には出場してない。2006年8月、クラブのスポーツディレクターのアメデオ・カルボーには2007年夏にキレル・アジャラとの契約を延長しないことを決めた。2007年2月7日、 アッちャラは、同じバレンシア州に本拠地を置く、ビジャレアル CEF へ、シーズン終了後に移籍することを発表したが、7月14日には、ビジャレアルとの契約を覆して、レアルサラゴサと3年役を結んだ。バレンシアからビジャレアルには、フリートランスファーで移籍することになっていたが、契約解除の違約金として、サラゴサからビジャレアルに600万ユーロ、480万ポンド、 が支払わた。サラゴサは DEF ガブリエル・ミリートを FC バルセロナに放出しており、ディフェンダーの層の薄さに頭を悩ませていた。2008年5月3日、デポルティーボラ・コルーニャ戦の後半ロスタイムに移籍後初得点となる決勝点を決めた。ディフェンス陣の柱として期待され、2007から08シーズンは33試合に先発出場したが、 目立った活躍することなくシーズンを終えた。クラブも二度の監督交代をするなど迷走し、18位でセグンダディビジオン2部降格。なお、一度もプレイすることなく、契約を解除したビジャレアルは、過去最高の2位と躍進し、サラゴサと対照的な成績であった。2008から09シーズンもサラゴサでプレーし、2008年11月22日の、 SDA バル戦では73分に移籍後2点目となる得点を2009年2月29日のレアルムルシア戦では移籍後3点目を決めた。1シーズンでのプリメーラディビシオン一部昇格に貢献したが2010年1月23日、クラブとの契約を解除して退団した。2010年2月2日、フリートランスファーでラシンクラブに入団した。12月30日、 現役引退を発表した。1994年11月16日、チリ戦でアルゼンチン代表デビューした。1996年にはアトランタオリンピックに出場し、チームの銀メダル獲得に貢献した。1998年にはフランスで開催されたワールドカップに出場し、チームのベスト8進出に貢献した。2002年には日本と韓国で共催された。 ワールドカップにキャプテンとして出場するはずであったが、第一戦のナイジェリア戦直前に負傷して一試合にも出場できず、チームはグループリーグで敗退した。2004年にはアテネオリンピックにオーバーエイジ枠のキャプテンとして出場。強固なディフェンス陣をまとめ上げ、無失点に優勝の最大の功労者となった。2006年にはドイツで開催されたワールドカップに出場し、 重要な役割を担って、チームのベスト8進出に貢献した。準々決勝のドイツ戦ではヘディングで、先制点を決めたが、PK 戦では、イエンスレーマーに止められ、チームも敗退した。大会後には、オールスターチームに選出された。2006年5月30日、アンゴラとの親善試合に出場して100試合出場を、達成した。2007年2月7日、 パリで行われたフランスとの親善試合が通算107試合目となり、ディエゴ・シメオネが持っていた同国代表最多出場試合記録106試合を更新した。6月5日、アルジェリアとの親善試合がキャプテン就任後58試合目となり、ディエゴ・マラドーナが持っていたキャプテンとしての最多出場記録を更新した。2007年にはコパ・アメリカにキャプテンとして出場したが、 決勝のブラジル戦に乾杯して、準優勝に終わり、自身はオーンゴールを記録した。大会後、代表でのサイクルは終わったと思うと述べて、代表からの引退を発表した。112-111-1260-13468-15、通算1 1, 1, 1 5 7楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。